した。大学公園に来ました。そしてでは、大阪名物の、たこ焼きを食べてみたいと思います。どうですかお味は？いや、食べたことないです。こんなうまいの。あ、美味しいですか？まさかこんな明太子なんて初めてです。ありがとうございます。いやー、たこ焼きはどうであるね。10年ぶりぐらいでしょうか。僕夜のね、三角公園に来たのは10年ぶりでして、でもね、気持ちが若返りますね。やっぱね、大阪のメカ三角公園、若かりし頃をね、思い出します。やはりね、僕のパワースポットでもございますし、なんとですね、僕がね、嫁にね、プロポーズしたのもね、雨村からちょっと離れたビッグステップがございましたんで、ビッグステップ前で嫁にプロポーズしたわけでございます。それ以来のあ、そうです。これ 3G S なんです。まだ使えるんですよ。3G S って？もう3年4年前ぐらいですかね。いや、4S 持ってるんですよ。すごいですね。じゃあ僕これからちょっとあれでもガゲータじゃないんですけど、たまたまその飲み会の場で下ネタ打ったらすごい盛り上がったんですよ。男しかいない場だったんですよ。